やっぱあの人すごいよ。いや私も想像以上でした。奇跡の成人みたいな感じですよね。なんやろ、まあ、正直テレビはこうライトとかいろんなことでこう綺麗に映るけれども、うん、実際このクオリティ見たらああ大変そうやなっていうのをね、いっぱい言い張るじゃないですか、うんうん、けどそうじゃないもんね、うん、でも何にもしてないんですよ絶対。打った後ないもん。まあでもそう思ったらあれえなちょっとちょっと待ってくださいよ。それちょっともうそれパンダになってきてますけど、ちょっとちょっといや、やっぱあの人すごいね。なんなんやろな。いやさ、それがどなたなのかねえ、はい、お楽しみ。今夜のヘベレケは女だらけの裏事情流出スペシャル。ファン騒然の重大発表。まさか SKE 松村も。え、今の彼氏と結婚したらええやん。今の彼氏とですよね。そうなの。光浦靖子が繰り広げるプライベートとは。相田翔子がウィンク人気絶頂時代の素顔を語る。電話されてましたか。トラック運転手。さらにヘベレケナビではスギちゃんが今夜も大盤振る舞い。サンミュージックの星スギちゃんが怒っちゃうぜ。イエーイ。見たら絶対飲みたくなる千原ジュニアのヘベレケ。どこ。確かにどこなんですかここ。あ、本当に線路しかないっていう、はい、ねえ。あ、これでもえらい天気ええから今度、うん、時期的にも、うん、ヘベレケバーベキューバージョンみたいなね。いいね、いいですね。外やから出る話もありますよ。開放的になって開放的になって、はい、あ、こちら小金屋さんです。あるなお店って。ほんまどこにでもあるな。いや、いい感じです ね、 ねえ。あ、あ、こんにちは。こんにちは。すいません。あ、いい感じ、感じのお店でねえ。あれ、いや、でもこのメニューがここに手書きで書いてあるっていうのがやっぱいいですよ ね、 ね。近鉄名古屋線小金駅から歩いてすぐ、昭和28年創業の老舗居酒屋小金屋。昭和の雰囲気漂う店内は地元の酒好きたちで連日大にぎわい。ご主人が毎日市場を数カ所回って仕入れる新鮮な鮮魚をはじめ、定番の串カツや土手はもちろん、カウンターに並ぶ手作りのお惣菜など、なんと200種類以上のメニューが楽しめるお店です。どうも、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。いや、あれどうだったんですか。もう大変だったんですよ。私がペロリと喋ってこれで言うたら話じゃないですか。5月9日に結婚するかもって。そう、いや、ね、結婚しようって言ったらいいよって帰ってきたんですよっていうエピソードトークをしたわけじゃないですか、はい、ここでね、ここで、はい、しました。即ネットで拡散され、はい、割とただのネット記事じゃなくもう派生して結婚か結婚かになり、みんな結婚だと勘違いして、はい、事務所にいろんな方からお祝いの品を送りたいんですけど、はい、そこまでして、はいはい、いやいやいや、あれはただヘベレケでのエピソードトークなんですって、もうマネージャーさんが何十件電話に対応したかっていうぐらい。いや、なんでそんな日付もピンポイントで言うたんですか。じゃあ、まあ、だから、はい、身を削ったエピソードトーク。もう全てはこのヘベレケの取れ高のために言ったら、はい、っ偉いことだって。それでもお父さんとかなんか言うてありました。お父さん激切れしてました。激切れ、激切れ、ええー、加減なこと言うなって。 その話そもそも俺は聞いてないだし、そんな話をしてね、うん、皆さんが本気に思ってね、はいはいはい、何なんだみたいな感じでした。いろんな人が動いて、身を切るにも程があると。そ, それも、まあ、正直名古屋ローカルで。あ、そうなんですか。こんにちは。
あら、失礼します。どうもよろしくお願いします。さあ、1軒目のゲストは松村香織と申します。どうもよろしくお願いします。 SK48 です。こんな格好でお酒飲んでいいんですか？大丈夫なのこれ。いや、なんかあえて制服でっていうお話をいただいたので。はい、制服を着てきました。年齢は、年齢はですね、27です。最初のゲストは SKE48 松村香織。今回彼女が出演に至ったある事情とは。今回、はい、もうヘベレケが大好きで、うん、どうしても出たいっていう風に言ってて、それでスタッフの方がそれに乗っかったんですって。あ、そうなんですか。うん、なんかこうなんかブログとかツイッターとかね。ツイッターで、ちょうど去年の夏に、これね、そうです。はい、ツイッターの方で、松村香織、飲んでヘベレケになってみたい。そういえば名古屋でベロベロになったことないな。お店のおつまみとか美味しそうだったし、とても面白かった。ヘベレケになったら悪い話しかしないだろうなと。いやでも私もまさかね、そんな風にこういう形になると思ってなかったので。でこういうことになっていくでしょうね、これからも。だからほんまにそれこそ今いいともやったらゼロショッキングもこんな感じで明日来てくれるかなみたいな返事、あ、来た来た来たみたいな。確かに、ね、まあでもそういうことはですね、この番組では、はい、身を削ったエピソードトークをしなきゃいけない、はい、ということは大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。そうそう、だからこうやってあの女の子、はい、若い子が来たいとか出たいとかで来て、うん、数々こう手ぶらで来て何も仕事せず、マーサ姉さんにキレられるキレてない、でも見ました。え、見た？お母ちゃんが泣いてますでもあれはまだ使える切れたやつやけど、使われへん切れたやつ。嘘嘘嘘嘘、さすがに使われないのは見てないので。ああ、そうそう、そういうのもあるからね、実は。いやいや、大丈夫ですか？大丈夫です。俺ほんま申し訳ないけど、俺もそっち全く疎いわけ、はい、この SKE ってことは名古屋や。そうです、うん、そう、その名古屋の SKE の、はい、うん、まあ言うたらトップなわけ。トップじゃないですね、全然。ただ最年長ってだけで。何人いるの今は？もう70人近く全員だといますね。総選挙とか出てる？あ、今年は出馬してます。あ、出てんの？はい、今のところ。今は速報で91位で、もうすごい下なんですけど、すごい下がりましたね、もう本当に。すいません、いただきます。いただきます。いただきます。すいません。すごいね。あとはい、コメントだから最後のスピーチ、あれほんまにすごいなと思うんですよ。もうずっと見てたら、これうわスピーチ、みんな若い女の子は大変やろな、これ作家ついてんちゃうのみたいな。ついてないです。すっごい考えてるよ自分で。な、一人女の子が、私はいつもそのステージ一番端っこでした、一番端っこなのにこんなにすごい上の順位をいただけたってことは、たくさんのファンの人たちの瞳のセンターを取ってたんだなと思いました。本当にありがとうございました。なんやこの子の切れ味みたいなスピーチワングランプリこの子1位ってやって今年どうすんの。いや今年本当にどうしようと思ってて、でもやっぱり AKB グループに入る前までが結構いろんなお仕事をして異色だったので、そのお話から入ろうかなと思う。え、なんかしてたの？まあ、もともと高校生の時にメイド喫茶でアルバイトをして、そこで AKB の、コンサートの DVD が流れてて、それで知ったんですよ、うん、アイドルのことを。それで応募したりしてたんですけど、もう書類審査で全部落ちてて、それで、まあ、高校が卒業決まったので、何をやろうと思った時に夜歌舞伎町のキャバクラで働こうと思って、そこで、まあ、1年ぐらいずっと あれな、え、若い時やんちゃしてた。いや、まあ、そうですね。やんちゃしてたんや、はい、どこなん、名古屋じゃないの？いや、その時は埼玉出身なので、埼玉から歌舞伎町通ってお仕事してました。埼玉ってあれやろ、人口よりヤンキーが多いってそんなことないですけど、そんなことないですけど、うん、
そうなんや、やんちゃしてたんや。まあでも働いてました、人生経験だと思って。それなんかさ、なんとなく俺らはそういうところで働いてたことをみんなあんまり言わずにやってはんのちゃうのと思うけど、それ言うでや。私も隠してたんですよ、一応。したらその13位になった時に、先輩がなんか雑誌に売っちゃって情報。いや、なんかキャバクラの、キャバクラの同じキャストの先輩がなんか多分雑誌の週刊誌持ってって、それも出たんや。そうなんですよ、おうおうおう、出たので、ね、だからもういいかなと思って、あ、じゃあ逆に良かったね。まあそうですね、そんななんかダメージもなかったんで、働いてただけだったんで。まあいいよね、こういうエピソードトークになるし、それでいてダメージにもなんないし。そうなんですよ。え、なんか辞めて結婚して幸せな家庭みたいな発想はないの？あります。ことぶき退社、今までやったことあるメンバーいないので、ことぶき退社したいなって思うんですよ。今の彼氏と結婚したらええやん。今の彼氏とは、ですよね。どういませんよ、そこは。いないですよ。本当に恋愛禁止なの？いや、でもそう言っとかないきゃいけないみたいな感じで。一応建前上、でも私のファンの方は結構結婚してやめてほしいって言ってくださる方が、優しい方が多くて、もうここまでいたんだったらもう結婚しないよみたいな。それこそ結婚してもいればいいじゃんみたいなこと言ってくれる人とかいて。初の結婚しているパターン。そうなんです。でも恋愛禁止だから交際ゼロに突っ込んだね。じゃあそうですね、そういう風にしなきゃですもんね、やるなら。こういうファンは苦手みたいなのいる？こういうファン、でもなんかすごいこう握手会をしてびっくりしたのが、なんでこんなに歯がない人たちが集まるんだろうと思って。あ、そう。そう。だ、歯がないんですよ、本当に。SKE はスキッパの SKE やと思ってるからな。そう、だからそれはちょっと驚きましたね。そう、プレゼントとかはもらうの？プレゼントは、まあ、一応あの1万円以下ってルール決まってて、1回スタッフさんがそうです、チェックしてから届けます、手元に。どういうものもらうの？まあでも普通にお洋服とかもありますし、あとなんかクレーンゲームで撮ったぬいぐるみとかすごい多いんですけど。いらんなー。服も微妙やろ。そうですね。なあ、前までおっさんが選んだ服そら着えへんよな。でもあとまあもう本当に申し訳ないですけど、たまになんかぬいぐるみ汚れてたりするんですよ、謎の汚れみたいな。謎の汚れがあるものがあるんですよ、たまに。じゃあれみたいな、これ新品みたいな、ちょっとそれはちょっと本当に申し訳ないですけど、さよならします。そういう時は本当申し訳ないですけどね。でもそれも含めてファンの方たちのおかげだから、ね、おかげで私もこうやって今お仕事できてるのね。あ、そうね、どうですか。いや、俺はちょいちょい気になってたわ、はい、飯を食べるときはあんま興味ないときは結構食べてる。結構食べてるんですよね。やばい。ちょっと大丈夫。やばいですね。でも話の取れ高は結構あると思うんですよ。大丈夫ですか。大丈夫と思います。大丈夫ですか。じゃあ2軒目行きますか。今日はいっぱい人がいますよ。こういうのもね、惹かれちゃいます。ハンナク。おお。おお、何このむさ苦しい一瞬。男ばっかり。上ですから行ってきますね。なんだこれ。おとついも出てたし、今日、明日も出る。明日も出る。ね、コレクション99。よーし、頑張ります、見ますね。ちょいちょい出てるんです。見ますんで、またちょっとブーム来てるんです。わかりました。名古屋駅から徒歩3分、 M3 ダイニングビル2階にある誰でも気軽に立ち寄れる大和名駅店。オーダーを受けてからパン粉をつけてあげる看板メニューの串カツをはじめ、2日かけてじっくり味付けをする唐揚げなど、こだわりの料理がどれもリーズナブル。せんべろするにはぴったりな、まさに安くてうまい大衆酒場です。サンミュージックの星、なんですか、わー、すげー。
男女がこんなに、え？会ったことある？覚えてるよ。覚えてる。久しぶり、この前一回肩こりをしたね、肩組んで新幹線の、あの改札近くでしょ、覚えてるよね、新幹線の改札の本当は覚えていないのに、うまいこと溶け込んだスギちゃん。早速、お店おすすめ唐揚げ、餃子、串カツに生ビールがついてお値段なんと1000円というヘベレケセットをいただいてみることに。いただいちゃいましょう。やっぱり、なんか味ついてるやつがすごい美味しい。これすごい。これもうジューシー。名古屋人からしたらちょっと味付け違うんですけど。そうですね、秘伝の味噌とあれを使っておりますので、はい、赤味噌じゃないね。いや、赤味噌にはなっているんですけど。なるほど。若者の前で軽く恥をかいたところで、スギちゃんが怒っちゃうぜ、イエーイ。今から出される指令をスギちゃんがクリアすれば番組から全員に一杯おごり。クリアできなかった場合は残念ながら何もなしです。そして今回の指令はこちらの彼が似ていると言われる有名人が誰かを当ててもらいます。何やってる人ですか？プロ野球選手です。野球？どこのチームか俺結構知らないんで。チーム広島っす。ちっちゃくないですか、その人？ちっちゃくはないっす。ちっちゃくない？どちらかというとでかいっす。でかい、でかいっす。俺小石田純一だと思ってます。小石田純一。果たしてスギちゃんが出した答えは？丸選手。丸選手ですか？正解は新井貴博です。新井さんです。まさかの。あんまり似ていないような気がしますが、本人が言っているので正解は広島の新井選手です。野球はちょっと苦手だ。いや残念、ごめんなさい、すみません、ごめんね、ごめんね。このコーナー怖いな。これもんで悪いけど、間違えるとこんな感じになっちゃうので、スギちゃん次は頑張ってください。いや申し訳ないですね。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。